まあ、この春からいろんなの食品の値上がりが続いているということでですね、今日はスーパーの現場社長さんに直接お話を伺いに来ました。でまだ在庫があるうちは、ね、値上がりを実際にしないでまだ済んでいるという話でしたけども、まあ、これから値上がりが進んでくると買い控えが大変心配だという声があり、まあ、それに対して国のあるいは自治体の助成なり補助なりという声もありました。また現実問題としてすでに配送関係でですね、今まで週2回の配送だったのが週1回になったり、あるいは無料で凍結したのもね、送料を、ね、送付料を取るというような、まあ、問屋も出てきていると、まあ、これもやっぱり、ガソリン価格の高騰のね、まあ、影響かなというふうに思いました。まあ、引き続きしっかり現場の声を受け止めて、公明党としての経済対策の提言の第2弾、第3弾につなげていきたいというふうに思っております。まず私からは以上です。ご質問のある方、どうぞ。共同通信なんですけど、はい、その要望のあたりですね、裏付けとなる財源 の、うん、まあ、補正予算の編成が成立されておりますが、まあ、政府あるいは、まあ、自民党、まあ、消極的な意見のままなので、まあ、今後どういうふうにその理解を求めているか。まあ、これはもう引き続き、まあ、私どもの具体的な対策も示しながらね、理解を求めていくっていうしかないですね。はい、まあ、粘り強く説明をしていくということかと思います。関連でお伺いします、はい、NHK です、はい、代表は昨日記者会見で岸田総理大臣に直接その電話で訴えられたとおっしゃっていました、はいはい、今後のその協議の在り方としてどのようなお考えか。はい、まあ、いろんな場面で、政府あるいは自民党の執行部の皆さんとお話しする機会があると思いますので、まあ、いろんな機会を使ってですね、説明をしていきたいと思っています。あともう一点伺います。現時点でその補正予算の規模感というのはどのように考えていますか。まだ具体的な積み上げはですね、まあ、今週末に各団体からのヒアリングが一通り終了しますし、また現場の声も中間報告として今週末に一応まとめる予定でありますので、まあ、来週早々にはですね、規模感も含めて、対策の第2弾の、まあ、あらかた概要をまとめていきたいなと思います。幹事長すみません、毎日です、はい、話題変わりましたら10増10減についてちょっと伺いたいんですけれども、はいはい、昨晩細田衆議院議長が都内の会合で地方いじめのように10増10減することはちょっと考えたらどうかと、改めて懸念を示されました。選挙制度協議会設置に向けて与野党で協議を進めている中ですけれども、はい、こういった発言の受け止め改めて伺いますか。はい、与野党協議会はですね、私どもも自民党さんから相談があったときに、これはこの協議会では10増10減は扱わないということはもう前提としましょうということはしてますので、まあ、10増10減と与野党協議会とは、まあ、完全に切り離してやるということになると思います。すみません、北海道新聞の勝本です。補正予算の関係で国民民主党の田淵代表も、うん、今国会中での成立をというふうに先日記者会見で言いましたが、うん、それについての受け止めをお願いします。はい、まあ、今野党の皆さんは、ね、かなり声を出し始めておりますけど、まあ、どこの党がというよりも、ね、それは応援団が大いに越したことはないんですが、まあ、私どもはきちんと、背景となる、いろんな現場の状況をきちんと精査した上で、ね、これぐらい必要で、だからこれ補正が必要なんだと、まあ、そういう訴えをしていきたいというふうに思っています。その他いかがでしょうか。すみません、先ほどの中東中間で、佐田議長、まあ衆院議長という中立的な立場であるにもかかわらず、たびたびそのように現行の法律についてちょっと疑問を呈していることについては、そうですね、やっぱり議長という立場ですから、具体的な選挙制度のあり方についてね、発言するのは、まあ、いろんなところに影響が及ぼしますから、
そこはできるだけ慎重にしていただきたいなというふうに思います。その他いかがでしょうか。よろしいですか。では以上で終了します。はい、ありがとうございました。